インターネットで嵐活動してる人、煽り運転もしてそう。第40回偏見ラジオを始めていきます。この番組は毎週土曜日23時配信、日常にはびこる偏見的な挨拶から始まり、取り上げたテーマに対してフリートークをしていくものです。皆さん、40回ですってよ。これね、すごいことですよ。多分50回目になっても同じこと言うんですけど、僕ってだいぶサボり癖があるんで、こういうシリーズものって不定期投稿になりがちだったりするんですけど、このラジオは結構続いてますね。去年の8月にスタートしたんですけど、1年継続できたら俺の中では思ったより大成長なんですよね。あまり1年何かを続けるってことはできないタイプなんで、もう本当にね、これはすごいことなんですよね。まあ僕は喋るんすごい好きなんでね、というかちょっとこれは全然違う話ですけど、最近メンバーシップ限定配信を自分から告知しないと皆さんの耳に、あ、この人が放送開始したって届かへんみたいで、僕ね4回ぐらい放送、合計18時間ぐらいメンバーシップ生放送したんですけど、誰もその放送してるって気づいてなくて、僕18時間ずっと誰かがいる前提で喋ったんですよ。よう喋れたなと思って。だから僕ってね、もともとちゃんとというか基本的に喋り好きなんですよね。なんで何かテーマを投げてもらうと、その話題に対して語り尽くすってのは割と得意なのかも。飽きないから継続できてるのかもしれませんね。まあいつもおじさんの語りを再生していただいてありがとうございますという日頃の感謝をお伝えしたいと思います。ちなみにね、再生リストの再生数っていうのがあるんですよ。再生リストを開いてその動画を連続で再生する回数ね、これね、僕の YouTube 動画の中で一番多いんですよ。俺マジかって思って、アグノムチューとか人情尽くすアグノムチューの連続再生よりこのラジオの方が回数多いんですよ。なんか3倍ぐらい違うんですよね。まあラジオって作業合間に聞けるから、おそらく勉強や作業のお供にされてるのかなと思いながら見てたんですけどね。まあたまにがっつり下ネタを口からバーって発しますけど、今のところ YouTube さんから苦情は来てないんで、作業妨害を訴えられたとしても僕は責任を取るつもりないんで、よろしくお願いします。あとはお便りを継続的に皆さんから送っていただけてるので続けられてるってのはあるかもしれませんね。全然消化間に合ってませんけど、これからもよろしくお願いします。さて、本日のご偏見なんですけども、昔からこれは感じてることで、インターネットって嵐をしている人というか、なんだろう、炎上した時に嵐に行く人みたいな人いっぱいいると思う。あとはアンチ活動とかしてる人かな。これってね、僕昔から言ってるんですけど、これらの活動をしてる人って日常活動がうまくいってない人しかたどり着けない活動だと思ってて、日常生活に余裕がない人ほどはけ口を見つけるためにそういう行為をしがちなんですよね。ツイッター上でそういう人を見かけたら、あ、この人日常生活は、あ、察しって感じで捉えたらいいと思います。で、これがですね、最近世の中で厳しく罰せられてる煽り運転にすごい似てるなって思ってて、煽り運転も余裕がない人ほどしがちなんですよね。まあ予定してる時間に間に合わへんから単純に急いでるとかいう可能性はあるんですけど、ちょっと割り込みを無理やりグッて入れられたからそれに対して腹を立てたとか、法定速度守れてるんやけどそれより速くないとイライラしちゃう人とかが、まああんまインターネットにいる人と一緒やなって気がすると思って今回くっつけてみたんですけど、あのね、そうそう、先月かな、俺も高速道路を走っててさ、トラックにめっちゃ煽られたんですよ。大型の高速道路でね。で、僕って基本安全運転なんで、まあ、というか僕運転割と上手い方なんで、営業で毎日車乗ってるし、会社行く時も車乗るし、場合によっちゃ僕大型トラック運転する日とかもあるんで、僕運転好きやし上手い方なんですよ、多分。で、そいつね、俺がこうやって車ずっと高速道路で走ってて、追い抜いてきてから俺の目の前に割り込んできて急ブレーキしてきたんですよね。もうめっちゃビビってさ、でしかも高速道路の上なんですよ。で、僕はもう冷静にちゃんとミラーを即座に見てから、後ろに車が来てないから急ブレーキして OK やな、で即座に急ブレーキを押したから追突せずに OK やってんけど、もうそっから運転手が降りてくる展開とかあるんかなって思ってたけど、そういうことは全くなくて、でね、まあそれがあったから、まあ別にその一発だけかなと思ったんやけど、俺って
やられたらやり返さないと気が済まないタイプなんで、もう煽り返したとかはしないんですけど、ご丁寧にトラックの運送会社の名前が株式会社〇〇って書いてあったから、あ、控えて、あ、ナンバープレートもご丁寧に写ってたから控えて、あ、運転手の名前なんか法定速度を厳守して安全運転に努めますって書いてる割には安全運転ちゃうかったなって、名前も控えようって瞬時にメモって、その運送会社にチクってから警察にチクりました。んで、僕陰湿な体質なんで、その運転手の本名が書いてたから Facebook やってるかなと思ってスクショしときましたね。なんかその後捕まったらしいっすけどね。いやー、実にいいことしましたね。なんかね、今煽り運転にとても厳しい世になりつつあるんで、安全運転だけ皆さんは徹底しておけば、そういう怖いドライバーさんが遭遇してきたとしても、あの、なんとかなると思うんで、見かけたら即通報くらいでも結構安全な世にできるんじゃないでしょうか。はい、ってことで本日もお便りをいただいておりますので紹介させていただきます。アミュさん、いつもお疲れ様です。動画に関する質問というか、アミュさんの動画時間に関して聞いてみたいことがあったのでダイレクトメール送ります。アミュさんは動画時間が長い、動画時間がアミュさんなどとよく言われてるかと思いますが、改善する必要はないと昔からアミュさんは言われてることもあり、 YouTube が媒体となった今でも平然と50分超えの動画や1時間超えの動画を投稿していますよね。しかしながら視聴者の多くは10分や20分とお手軽な動画を好んでいる印象があります。動画時間を見て動画 URL を開くのをそもそもやめる人も多いと思うのですが、そのことについてはどういう考えを持たれているでしょうか。アミュさんの編集能力的にはすっきりしたコンパクトな動画も作れると思うのですが、長い時間にこだわる理由をアミュさんの口から教えてほしいです。よろしくお願いします。これからも応援しております。長い動画でも追いかけるつもりです。ありがとうございます。この人はどっちの方が好みなんかな。わからへんねんけど、はい、まあ、ってことで動画時間に関するお便りですね。僕最近は短くしてるつもりなんですけどね、未だに動画時間が長い長い言うてる人はもう僕の動画を見てないと思って解釈しておきますね。結論から言うとですね、僕は視聴者に合わせて動画時間を短くするつもりは今後も一切ないですね。長時間でも飽きない内容を作れる編集技術は僕持ってると思ってるんで、変える気ないかな。っていうか、僕は動画時間が長いから見ないって言ってる人は、俺が動画時間を短くしても絶対見ないんで、ちゃんと動画を見たことない人だと思ってるから、もう僕そんな視聴者に合わせる必要がないと思ってます。自分が見せたい対戦と自分が見せたい動画を作ることがポケモン実況者としてもそもそもの基盤だと思ってるんで、特に編集に力入れたい動画とかは長くしたいかな。逆に言うと長いけど無駄な時間っていうのは僕全部カットしてるんで、長いけど見やすいはずですけどね、最近の動画は。人事を尽くすアグノム中シリーズとかは企画内容的に一つの動画に4試合とか5試合とか突っ込みたいんで、物理的に20分に抑えることってまあ無理なんですよ。早送りとかせん限りね。で、最近投稿した人事を尽くすアグノム中のデイ15は確か36分35秒で切ったんですけど、4試合採用してるから1試合の平均がだいたい8分から9分ぐらいなんですよね。で、プラス2分ぐらいの前語りでも、これね、何も編集触らんかったらもともとどれぐらい時間あるかっていうと、対戦素材だけで55分あるんですよ。これは僕が喋ってない箇所をカットしてうまいことつなげたりとか、動画としてこれは必要ないなってところはカットして、55分だったやつが36分とかに短くなってるんですよ。昔動画時間短くするのも編集技術やぞとか言ってる動画すら作ったことがない視聴者がイキって僕に物申してたんですけど、僕短くしようと思えば全然短くいつでもできるんで、意図的に長くしてます。要は動画時間を短くする今のスタイルとか流行りに合わせるっていうのは僕活動的にすごい嫌いで、なんだろう、人と同じことをしてもしょうがないと思ってるんですよね。逆に言うと他の実況者がやってないできないスタンスを僕は動画上でやらんとあかんなって思ってるんで、その考えが基盤になってるから動画時間を長くするのはしょうがないと思ってます。動画時間長いから見てないって視聴者、多分ね、短い動画もろくにちゃんと見てない浅い視聴者だと思ってるんで、あの、作業の片手間に流すとか流し見ぐらいしか絶対しないと思うんですよ。だからその視聴者に合わせるメリットは僕は絶対ないなと思ってるから、もうこれからもこのスタンスは変えないつもりですね。まあ短くすべき動画とか長くすべき動画を使い分けるって工夫は一応してるつもりですけどね。あとはなんだろうね、
10分の動画を5日で5本見るのと、僕みたいな50分の動画を、まあ、1週間のうちを1本見るってペースやったら、やってること変わらんし、動画の細かい質で見たときに僕は前者にクオリティで負ける気がしないんだよな。だからね、僕の動画のパートいくつはこういう内容だったなってのが視聴者としてちゃんと印象与えられてるはずなんですよね。逆にこれは聞いてみるねんけど、一月で30本投稿してるポケモン実況者さんがいたとして、どんな動画がその中にありましたかって聞くと、おそらく1週間分も答えれないと思うんですよ。それって果たして視聴者として動画を見てるのに値するのかなと僕は思うわけです。実況者大会とかでも前考察を飛ばして対戦だけ見る人とかも、僕は一度も視聴者だって思ったことないんですけど、映画のエンドロールを水に変える人みたいな感じで、その作品を最後の最後まで見ていかない浅い見方しかしない人と同じ感じかな。なんで僕はこの動画を投稿すること、このスタイルを続けることで、視聴者が動画を投稿するスタイルもちょっとずつ変えていきたいなって思ってるのもあって、長い動画を作っているという目的もあったりしますかね。まあ他にもいろいろ思うところとか理由はあるんですけど、例えば神社をつくさぐの夢中をデイ40とかで初見で見た人がいるとして、そこで内容がアミュってこんなに編集綺麗やったっけってもし視聴者に思わせることができたら、もう過去動画もたっぷり長時間作ってて編集もがっつりやし、リピーターも絶対増えてくると思うんですよ。まあこういう考えもありますかね。やから基本僕は編集がっつり、収録した動画をそのまま裸で投稿するっていうのを僕はやらないんですよね。もう自分が後で嫌になるんで。そのスタイルにするんやったら、僕は他の実況者とやってること変わらんし、僕のスタイルっていうのは今後も変える気がないですね。ただしこの考えをアミュさんが持ってるのであれば、もうあなたの動画を見ることがないですっていう視聴者が出てくるとは思うけど、僕はそんな視聴者に自分の動画を追いかけてほしくないんで、もう戻ってこなくて結構です。これぐらいの覚悟でいるんで、まあ、今後もついてこれる人だけついてきてください。よろしくお願いします。はい、ってなわけでアミュさんの動画時間に関する軽快なトークをお届けしました。今後もこのスタイルで行く予定にしてますので、よろしくお願いします。僕は手抜きな動画は作りません。この番組へのお便りは動画概要欄のメールアドレス宛てか、 Twitter のダイレクトメールにて随時受け付けておりますので、日常のお悩み相談から日記的な内容でも構いません。気軽に送りつけてください。また次回の偏見ラジオでお会いいたしましょう。それでは。